乙女座クラブ、資産100億ドル以上、才色兼備、究極のお嬢様のみが入会を許される。私立聖火学園課外クラブ。しかしてその実態は、偽札、誘拐、銀行強盗、爆弾テロにハイジャック、警察の手を焼く凶悪犯罪を有り余る財力とあふれる英知で事件解決へと導く。正式名称、聖火学園探偵クラブ。さて、その優秀なるメンバーは、綾野浩二に、私の双子の妹、綾野浩二財閥連勝、バイクから原子力潜水艦、果てはスペースシャトルまで乗りこなすメカニックのスペシャリスト、龍崎陽子、ドイツ貴族の血を引くクォーター、一味もたがわず会話を読み取る独身術、声真似に腹話術、一度会った人間なら国籍性別を問わず性格までもそっくりに化ける変装術のパーフェクトマスター、周麗華、中国4000年の名門周家の跡取り娘、カンフー、空手、ムエタイにマーシャルアーツ、あらゆる格闘技を身につけた戦いだとエキスパート、ニーナ・キーロフ、ロマノフ王朝の娘、愛用のベレッタ M92F、 レイコンマイ4秒の早打ち、対戦車ライフル、ロケットランチャーを軽々と使いこなす重火器のプロフェッショナル、そして私、綾野浩二金子、探偵クラブのリーダー、かの名探偵ホームズや明智小五郎の再来と言われ、明晰な推理力と的確な判断でメンバーを指揮、天才の名を欲しいままです。さーて、今回はどんな事件が起こりますやら、今からとっても楽しみ。いい加減なこと言うな。
くつ